皆さんこんにちは。ラブライブスーパースターリエラ、ヘアンナスミレ役のペイトンナオミです。12月31日にピアアリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021 to 2022ライブウィズアスマイルが開催されます。ありがとうございます。大好きな先輩方と、そして大好きな歌を皆さんに届けられるように、私たちこれからももっともっと頑張りますので、よろしくお願いいたします。有料生配信も同時に実施されますので、皆さんもぜひ参加してくださいね。以上、ヘアンナスミレ役のペイトンナオミでした。バイバーイ。皆さんこんにちは。ラブライブ虹ヶ関学園スクールアイドル同好会、中須霞役相良真由です。12月31日にピアアリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021 to 2022ライブウィズアスマイルが開催されます。やったー。はい、今回はね、アクアさん、そして虹ヶ崎、そしてリエラさんが出演するということで、カスミンの可愛さを、来てくださる皆さんに一番カスミンが可愛かったと思ってもらえるように頑張りたいと思っております。有料生配信も同時に実施されますので、皆さんもぜひ参加してくださいね。以上、中須霞役相良真由でした。バイバーイ。皆さんこんにちは。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、美少男女役ホームと秋野です。12月31日にピアアリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021-2022ライブ with a smile が開催されます。イエーイ。はい、こちらなんと私の初ライブがこんな大きなステージになるとは思いもしなかったんですけど、精一杯頑張りたいと思います。オフェイチャヨダ。有料生配信も同時に実施しますので、皆さんもぜひ参加してくださいね。以上、ショーランジ役河本明乃でした。バイバーイ。再见。皆さんこんにちは。ラブライブサンシャインアクア対馬よしこ役の小林愛香です。12月31日ピアアリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021-2022ライブウィズアスマイルが開催されます。アクアとしては2回目のカウントダウンなんですが、ラブライブシリーズとしてお祭りみたいなカウントダウンになるんじゃないかなと思って、すごくワクワクしています。有料の生配信も同時に実施いたしますので、ぜひ皆さんも参加してくださると嬉しいです。以上、対馬よしこ役の小林愛香でした。バイバーイ。皆さんこんにちは。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、天王寺里奈役の田中千恵美です。12月31日にピアアリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021-2022ライブウィズアスマイルが開催されます。よかった、言えた。はい、皆さん、私たちと一緒に忘れられない年越しにしましょうね。はい、こちら有料生配信も同時に実施いたしますので、皆さんもぜひ参加してくださいね。以上、天王寺里奈役の田中千恵美でした。バイバーイ。皆さんこんにちは。ラブライブサンシャイン小原麻里役の鈴木愛奈です。12月31日にピアアリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021-2022ライブウィズアスマイルが開催されます。イエイイエイイエイ。カウントダウンということでね、皆さんでこうラブライブシリーズを通してこう盛り上げていけるっていうのがすごくすごく楽しみでございます。皆さんもね、一緒に盛り上がってくださったら嬉しいです。はい、こちら有料生配信も同時に実施いたしますので、皆さんもぜひぜひ参加してみてください。以上、小原麻里役の鈴木愛奈でした。バイバーイ。楽しんでいきましょう。皆さんこんにちは。
ラブライブスーパースターリエラ、タンクク役のリユです。12月31日ビアーリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021 to 2022 Life with a Smile が開催されます。はい、初めてのカウントダウンライブということで、皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせますように頑張りたいと思います。有料生配信も同時実施しますので、ぜひぜひ参加してください。以上、タンクク役のリユでした。皆さんこんにちは。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、宮田依頼役の内田修です。12月31日にピアアリーナ MM にて Love Life Series Presents Countdown Love Life 2021 to 2022 Live with a Smile が開催されます。イエーイ。はい、皆さんにね、もうインパクトのあるパワフルなパフォーマンスをできるように頑張っていきますので、皆さんぜひ注目してくださいね。 Please look forward to the live。有料生配信も同時に実施しますので、皆さんぜひ参加してくださいね。以上、宮田依頼役内田修でした。バイバーイ。 See you later。 皆さんこんにちは。ラブライブサンシャインクロスRB役の栗畑愛です。12月31日にピアアリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021 to 2022 Live with a Smile が開催されます。3校合同のライブということで、アクアでも去年カウントダウンライブやったんですけども、今度はシリーズでとっても楽しみですね。有料生配信も同時に実施しますので、皆さんぜひ参加してください。以上、クロスRB役の栗畑愛でした。バイバーイ。皆さんこんにちは。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、エマベルデ役の差し出マリアです。12月31日にピアアリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021 to 2022 Live with a Smile が開催されます。リエラちゃんとアクアさんと一緒に、ライブができるということで、きっと皆さんもね、楽しみにしてくださっているんじゃないかなと思うんですけれども、楽しく年越しできるように、私も頑張りますので、皆さんもぜひ参加してくださいね。ということで、以上、エモベルデ役の差し出マリアでした。バイバーイ。皆さんこんにちは。ラブライブサンシャイン松浦かなえ役諏訪奈々香です。12月31日にピアアリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021 to 2022 Live with a Smile が開催されます。このシリーズ集まってのライブですので、どんなライブになるのか皆様楽しみに。有料生配信も同時に実施しますので、皆さんもぜひ参加してくださいね。以上、松浦かなえ役の諏訪奈々香でした。バイバーイ。皆さんこんにちは。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、このえかなた役の紀藤あかりです。12月31日にピアアリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021 to 2022ライブウィズアスマイルが開催されます。はい、ということで、1年の締めくくりをラブライブで、年越しをね、みんなであなたと一緒に楽しく過ごせたらいいなと思っておりますので、ぜひ有料生配信も同時に実施しますので、皆さんもぜひ参加してみてください。以上、この絵かなた役の紀藤あかりでした。バイバーイ。皆さんこんにちは。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、宮下愛役村上夏実です。12月31日にピアアリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021 to 2022 Live with a Smile が開催されます。
私めちゃめちゃ緊張すると思うんですけども、楽しんで頑張りたいと思いますので、皆さんもぜひ一緒に年越ししましょう。よろしくお願いします。有料生配信も同時に実施されますので、皆さんもぜひ参加してください。以上、宮下彩役村上夏実でした。バイバーイ。皆さんこんにちは、ラブライブサンシャイン黒沢大役の小宮梨沙です。12月31日にピアアリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021 to 2022 Live with a Smile が開催されます。はい、今回はアクア、虹ヶ崎、リエラ、3チームですね、揃って、参加させていただくということで、すごい楽しみですね。はい、有料生配信も同時に実施しますので、皆さんもぜひ参加してください。以上、黒沢大役小宮梨沙でした。バイバーイ。皆さんこんにちは、ラブライブスーパースターディエラ葉月恋役の青山なぎさです。12月31日にピアアリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021 to 2022 Live with a Smile が開催されます。はい、もうラブライブは大好きな皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせるということで、全力で頑張っていきたいと思います。そして、有料生配信も同時に実施されますので、ぜひ皆さんも参加してくださいね。以上、ディエラ、はじき連役の青山なぎさでした。皆さん、こんにちは。ラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、結城せつな役の楠木ともりです。12月31日にピアアリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021 to 2022 Live with a Smile が開催されます。2022年に向かって皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。有料生配信も同時に実施しますので、皆さんもぜひ参加してください。以上、結城せつな役楠木ともりでした。皆さんこんにちは、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会朝霞人役久保田美優です。はい、ということで12月31日ピアアリーナ MM にて行われます、ちょっと読ませてくださいね、ラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021-2022 Live with a Smile が開催されます。ということで、私久保田自身もカウントダウンライブっていうのを初めてやるので、ちょっとドキドキワクワクしているんですけれども、皆さんと一緒に2022年にこう年越し楽しみたいなと思うので、ぜひぜひ一緒に楽しみましょう。有料生配信も同時に実施しますので、ぜひチェックしてみてください。以上、坂狩役久保田美優でした。皆さんこんにちは、ラブライブサンシャインアクア渡辺陽役斉藤朱夏です。12月31日にピアアリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンライブ2021-2022 言えたかな、ライブ with a smile が開催されます。いやいや、アクアで2021でカウントダウンライブやって、今回2021-2022は合同ということで、どんな感じになるかまだ私たちも分かりませんが、ワクワクドキドキしてます。頑張っていきたいと思います。有料生配信も同時に実施しますので、皆さんもぜひ参加してください。以上、渡辺陽役斉藤朱夏でした。バイバーイ。皆さんこんにちは、ラブライブスーパースターディエラ嵐千里役の三崎奈子です。12月31日にピアアリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021-2022 Live with a Smile が開催されます。人生初カウントダウンライブということで、
しかも3校合同で、もう夢のようです。皆さんと一緒に年越しできるのを楽しみにしてます。有料生配信も同時に実施いたしますので、皆さんぜひ参加してください。以上、嵐千里役美咲奈子でした。バイバーイ。皆さん、こんにちは。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、三船しおり子役の小泉萌香です。12月31日にピアアリーナ MM にて、ラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021-2022 ライブウィザースマイルが開催されます。やったー、イエーイ。はい、ということでね、まあ、私はアクアさんやリエラさんとね、こう直接ステージ上でお会いしたことがないので、ちょっとまあ私個人的にすごくドキドキしておりますけども、皆さんと一緒に年越し盛り上がっていきたいと思います。有料生配信もね同時に実施しておりますので、皆さんで一緒にね盛り上がっていけたらと思います。ぜひご参加お願いします。以上、三船しおり子役の小泉萌香でした。バイバーイ。皆さん、こんにちは。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、大阪雫役の前田香織です。12月31日にピアアリーナ MM にて、ラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021-2022ライブウィズアスマイルが開催されます。わー、虹ヶ崎らしさを存分に発揮していけるように精一杯頑張りたいと思います。有料生配信も同時に実施しますので、皆さんもぜひ参加してくださいね。以上、大阪雫役前田香織でした。皆さん、こんにちは。ラブライブサンシャインより桜内理子役の相田理香子です。12月31日にピアアリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021-2022ライブウィズアスマイルが開催されます。またこうして皆さんと一緒に年越しができることを本当に嬉しく思います。有料生配信も同時実施いたしますので、皆さんぜひ参加してください。以上、桜内理子役の相田理香子でした。バイバーイ。皆さん、お花まる。ラブライブサンシャイン国木の花森役の高槻かな子です。12月31日にピアアリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021-2022ライブウィズアスマイルが開催されます。皆さんと一緒に年越しを過ごせるということで、私もすごくワクワクしてます。有料生配信も同時に実施しますので、皆さんぜひぜひ参加してください。以上、国木田花森役の高槻かな子でした。バイバーイ。皆さん、こんにちは。ラブライブスーパースターリエラ、渋谷加納役の立瀬ゆりです。12月31日にピアアリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021-2022ライブウィズアスマイルが開催されます。ありがとうございます。憧れの先輩方と一緒の同じステージに立てるということ、とっても嬉しく思います。そして皆さんと一緒に私たちだけの大好きな世界を一緒に作っていけたらなと思います。有料生配信も同時に実施しますので、皆さんもぜひ参加してくださいね。以上、渋谷加納役の伊達沙友里でした。バイバーイ。皆さん、こんにちは。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、上原あゆみ役、大西あぐりです。はい、ということで、12月31日にピアアリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021-2022ライブウィズアスマイルが開催されます。わー、ということで、この1年の最後に あなたと一緒に年越しできることをとっても楽しみに思っています。素敵な来年が迎えられるよう一緒に楽しみましょう。ということで、有料生配信も同時に実施いたしますので、皆さんもぜひ参加してくださいね。以上、上原あゆみ役、大西あぐりでした。
バイバーイ。皆さん、こんにちは。ラブライブサンシャイン、高見千佳役、稲見杏樹です。12月31日、ピアアリーナ MM にて、ラブライブシリーズプレゼンツ、カウントダウンラブライブ、2021-2022、ライブウィズアスマイルが開催されます。ということで、有料生配信も同時に実施いたしますので、皆さんぜひ参加のほどよろしくお願いします。みんなが集まるということで、私自身もめちゃくちゃドキドキしていますが、みんなで最高の一日にしたいと思いますんで、よろしくお願いします。以上、ラブライブサンシャイン、高見千佳役、稲見杏樹でした。またね。